にちは。今回は、サーマレスで初となります厳冬級のシュラフ、ポーラレンジャーマイナス30、こちらをご紹介したいと思います。まずは概要から。極地冒険家のフィードバックをもとに作られたサーマレスのフラッグシップモデル、極限の場面で使用するために、命を守るための最新鋭の技術を積み込み、不要なものを排除し、トラブルの回避を図ったシュラフとなっています。日本から先立つこと、2018年からアメリカで発売されているんですけども、バックパッカーのエディターズチョイスを受賞しているアイテムとなっています。世界最高のマットレスを製造するサーマレストが自信を持ってリリースする、新たなプロテクション機能を盛り込んだ、厳冬極地用モデル、こちらをご紹介していきます。ではまず外観から見ていきたいと思います。まずカラーはラバというカラーになるんですけども、溶岩のラバですね。でツートンカラーになってます。溶け出したマグマのイメージで、放力の高さを表現ということなんですけども、左側がちょっと濃いめのオレンジからグラデーションして黄色の感じですね。で背面も同じように右と左で左右分かれてます。足の先まで同じですね。同じようにツートンカラーのカラーリングになってます。この独特なグラデーションで、なかなか寝袋で珍しいカラーリングです。外観的にはやっぱりこのくちばしのようなフードがかなり気になると思うんですけども、こちら後ほどご紹介していきます。続いて、使用温度域なんですけども、コンフォートでマイナス20で、リミットで、マイナス30という表記になっています。こちらですね、下の括弧なんですけども、ユーロノーム、ISO の規格外となっています。ユーロノームの検査結果を出ていないという、表記なんですけれども、ユーロノーム ISO の基準は、マイナス20度より上の温度で寝袋を試験する、検査基準になっており、ポーラレンジャーは使用温度が、マイナス30度のため、ユーロノーム ISO の基準では、検査不能となっています。試験では、寝袋の中に発熱する機能を持った、人体模型が温度を維持するためにどれだけの熱を作り出されたかを測定します。人体模型は寝袋内の気温が10度を超えると発熱を停止し、温度を維持することで結果を出す。ポーラレンジャーで試験をした場合は保温性が高すぎ熱が、作り出せないという、要するに今寒さを人体模型が感じた時点でモーター電力が発電し、それで電気をどれだけ使ったかで、保温力を測定するんですけども、ポーラレンジャーの場合全くその機能が電気を必要としない、保温力が高すぎて検査の機械が動かないといった、そういった理由で規格外、ユーロノームの規格外となっています。ですのでコンフォートのマイナス20は最低限というか、マイナス20は十分クリアしてそれ以上の保温力があるといった、数値となっています。そして実用段階なんですけれども、極地冒険家のエリック・ラーセンは極地遠征でマイナス40度の使用をクリアしています。その他日本国内のテストでも、マイナス18度程度のテストでは快適に使用できるとの報告も出ているので、十分な表記と同じかそれ以上の保温力が十分にあるとメーカーの方で断言していますが、このテストの結果を見ると、十分な表記に対して十分な性能を持っているふうに思います。続いて重量を見ていきたいと思います。ポーラレンジャーの総重量ですね、スタッフ作込みの重量ですね、 1474g ですね。ちょっと比較してみるとどんぐらいの重さかと言いますと、モンベルのダウンハーのエクスペディション、モンベルで一番暖かいシュラフなんですけども、お値段がだいぶ違うシュラフなんで、ちょっと比較対象としては難しいんですけども、こちら、1500g、ほぼほぼ同じ重量ですね、総重量にしますと。ですね、保温力で見ますと、ポーラレンジャーが、ユーロノームの測定を、超えているとはいえ、マイナス20度。でダウンハーガーの方はユーロノームでマイナス13度と考えますと、ポーラレンジャーがいかに、同重量で効率のいい保温力を発揮しているかが分かるかと思います。コンプレッション、収納するとこのような状態なんですけれども、コンプレッションサイズ、収納サイズですね、これ見ていきたいと思います。まずはコンプレッション機能付きのスタッフサックにこう入っているんですけども、一番緩い状態ですかね、リラックスした状態で 28cm×51cm のサイズになっています。でコンプレッション機能、このベルトで絞り込みができるので、最初で 28cm×30cm まで圧縮可能になってます。ちょっとやってみたいと思います。ほぼ限界かなというところまでコンプレッションして、このぐらいのサイズですね。ダウンのダメージも考えると、あまり積極的にこのようなサイズのコンプレッションはしたくないんですけども、荷物の大きさに制限がある場合は、一時的にこれぐらいまで小さく運ぶことが可能となります。で付属品としまして、ストレージバッグ、こちらも付いてきますね。サーマレスのロゴが入っていて、ここに温度表記も付いています。ちなみに素材はメッシュですね、メッシュタイプのストレージバッグ付いています。はい、続いて、インサレーションのダウンを見ていきたいと思います。ポーラレンジャーは、800ヘルパワーのダウンですね、十分高品質なダウンが 970g 封入されています。
で、ダウンの加工なんですけれども、ニックワックス社の、ハイドロフォビックという撥水加工がかかっています。内容なんですけれども、環境中に蓄積し、人の健康に重大なリスクをもたらす危険がある、PFC や不使用、フッ素などの加工ですね。こういったものは排除しております。で、撥水効果は、通常に比べ 90% の保水を防ぎ、厳しい長期遠征でもロフトを維持し、保温効果を持続。また、保水した場合でも通常よりも3倍以上早く乾燥するという、非常に優秀な高性能のダウンが、封入されています。はい、次は、ファブリック表生地から見ていきたいと思います。表生地は二重デニールの、リップストップポリエステル使っています。こちらもですね、先ほど のダウンと同じように、PFC を排除した、環境配慮の DWR 加工となっています。撥水は十分ですね。で、長期衛生に対応するため強度と重量のバランスの取れた厚の生地を採用となっています。ものによってはウルトラライトなシュラフですと7デニールとか10デニールとかさらに半分ぐらいの薄の生地を使うこともあるんですけども、やっぱり極地遠征でもし、ウェブに何か不具合があるとまずいということで少し厚めの生地なんですけども、軽さも十分取れている、標準的ないい生地を使っていると思います。で、裏生地ですね、内側の生地は、20デニール、こちらはポリエステルタフタですね。肌触りの良い二重デニールですね。これは本当にもう気持ちの良い生地で、表生地が二重デニールのリップストップで内側の、生地がポリエステルタフタというのは、標準的な定番の組み合わせかなと思います。はい、ではこちらの対応身長なんですけれども、一応183センチまでが、リミットとなっています。快適に使えるサイズとしましては、身長160センチ前半から、180センチぐらいまでが、快適な身長となっています。それ以下ですね、フットポケットといいます、ちょっと後ほどご説明するんですけども、足元の部分にちょっとした細工がありまして、こちらの機能がちょっと働かない可能性があるので、身長としてはこれぐらいのサイズが、適切かなと思います。全体サイズですね、長さ全長が、203センチで、幅が79センチで、高さですね、この厚みですね、背中から胸にかけてのロフト、これは 16.5 センチとなっています。今度は各部の外径ですね、肩の部分が、157センチで、ちょっと下の方行って腰のところが145センチ。で、足元の方が117センチになっています。で、ちょっと足元の方がきつそうな感じのイメージもあるんですけども、170センチ程度の方であれば、使用中にシュラフに入った状態で、ちょっとあぐらをかいて、座ることもできるということで、見た目以上に結構、快適性が高いというか、窮屈な感じのしないシュラフとなっています。この辺で機上スペックは全てご説明したので、ここから先はポーラレンジャー独自機能、こちらご説明していきます。ブランケットとの結合ループ、シナジーリンク、サイドベント、シュノーケルフード、ティーエイシス、センタージッパー、この順番でご説明していきます。はい、まずはブランケットの結合ループからですね。サーモレスのキルトやブランケットと結合するためのループがついていて、組み合わせで保温力をさらに高めることができるとなっています。まずこれで裏返しまして、これ後ろ頭ですね。で、背中のところにちょっと、このループ、これまた後から別に説明するんですけども、この内側にこの赤いループがついています。左右ですね、こことここについています。と、次に腰より下の部分ですかね、これ見やすいかもしれないですね。ここにもう1箇所というか、4箇所目の 1,2,3,4 箇所目のループと、最後、すねのあたりですかね、このあたりも両脇にブランケットを固定するためのループがついています。実際にかなり保温力の高いシュラフなので、ブランケット連結しないと寝れないほど寒いということはそうそうないと思うので、あんまり活躍する場面があるかなという感じがするんですけども、マットやブランケットを扱う、サーマレスなので、こういった気遣いが、配置されています。はい、次はシナジーリンクをご説明します。背面ですね、こちら背面にはマットレスと連結することができるリンクシステムがついています。マットレスと結合することでマットレスと寝袋のそれぞれの性能を最大限発揮することができると。他の動画でも寝袋のシュラフの性能を最大限発揮するには、マットがすごく重要とご説明してるんですけども、それを一番よく知るサーマレストが考えたシステムですね。で、このループがそうなんですけども、取り外しは簡単ですね。こうやってフックで引っかかってるだけなんで、お出かけ前に外して必要ない方は取り外して使用することもできます。このシナジーリングの対応マットサイズなんですけども、サーマレスの S サイズと R サイズ、どちらも横幅は51センチですね、こちらに対応していて、 A サイズの63センチにも対応しています。ちょっとこれ今レギュラーサイズのサーマレスと幅51センチですね、こちらでちょっと試してみたいと思います。ちょっと上側だけつけてみますけど、こんな感じでレギュラーとか S サイズの横幅51センチでちょうどいい感じのサイズ感ですね。先ほどL サイズの方も試したんですけれども、結構パツパツな感じでギリギリかなという感じです。どちらかというと S と
R サイズ、レギュラーサイズ、こちらに合わせて作っているようです。あとちなみに S サイズも対応可能になっているんですけども、当然120センチの短いバージョンになりますので、まあ、頭か足元かどちらかがこう地面について冷えを呼んでしまうので、実際にはポラレンジャーで使うシチュエーションであれば、S サイズはちょっとありえないかなと、まあ、R か L サイズ専用というふうに考えていただければいいかと思います。もちろんもっと大きいサイズの場合は、この下地インクを無視して、XL のサイズも、まあ、そのまま普通のシラフと同じように使うことができますので、大きいサイズを使いたい方も、もちろん可能となっています。はい、次にサイドベント見ていきたいと思います。温度調節と、両手出し兼用のサイドベントが、2箇所ついています。まあ、腕を出すジッパーですね。十分なダウンロードのドラフトチューブが設置されており、密閉度が高いとなっています。まあ、ジッパーをこうやってつけると、もちろん使い勝手は良くなるんですけども、いたずらにつけすぎると、やっぱりこう冷気の侵入を許してしまう弱点にもなりかねないんですけれども、そちらとの兼ね合いですね。結構大きめに開きます。40センチ、40、50センチぐらい、たっぷりと開きます。こっち側の方が見やすいですかね。ちょっと、オレンジに黄色なんで。結構大きなジッパーで、ダブルジッパーなんで下からも開けることができます。で、こちらにもですね、ドラフトチューブ。まあ、ジッパーを閉めた時に、こう、雨蓋のように内側からこう、ジッパーのこの隙間を埋めてくれるチューブなんですけども、メーカーの説明ではもう過剰な量が入っているというふうに言われたんですけども、確かにすごいです、この部分の。かなり肉厚のドラフトチューブがしっかり入っているので、まあ、閉じた時には、通常のシラフとしての保温力が十分あるというようになってます。両方開けるとこんな感じですね。まあ、マイナスの20度から30度で使う想定なので、一度着た寝袋を何か作業するときに出たくないと、着たまま作業できるようにと、まあ、簡単な荷物の整理であったりとか、食事なんかもできるようにこういったジッパーがついています。はい、次はセンタージッパー見ていきます。保温力低下のリスクを克服し、使いやすさに妥協がない独自のドラフトチューブとなっています。本来寝袋はですね、真ん中にジッパーつけるとすごく使いやすくなります。まあ、右利きの方も左利きの方も、同じように使えるので、非常に便利なんですけども、あまりない理由はですね、やっぱり角の一番中心の大事な部分からですね、冷気の侵入を許してしまう可能性が出てくるので、そのリスクを考え、まあ、右ジッパーだったり左ジッパーというものが一般的には多いんですけれども、まあ、それを克服するための工夫が十分にされているということなので、中開けてみますと、こちらですね、ドラフトチューブ。すごい量の綿が入ってます。で、こちらちょっと見えにくいんですけども、ネックウォーマー、ショルダーウォーマーですかね、ショルダーウォーマーと連動して、首の周りからずっと胸のところまで、かなり肉厚なドラフトチューブがついています。で、ちょっとこっち側が、入ると左手側ですね。こちらが下側に入って、右手側が上になるので、ちょっとこう肉厚が違いますね。こっちはちょっと多めに綿が入ってて、ちょっとこっちが少なめなんですけども、ネックの部分まで行くと、まあ割と均等に入ってるですね。これで、この十分な量のドラフトチューブで、センタージッパーの弱点の、体の中心が冷えてしまうかもしれないリスクを回避しているという。非常に立派な作りになってます。ものすごく肉厚です。ちょっと温度表記が書かれてますね。続いてシュノーケルフードですね。外観的にちょっと一番気になる部分なんですけども、締め切った状態でも口の部分にドーム型の空間が残る構造。内部は化繊中綿を使用し、湿気や凍結によるロフトダウンを回避となってます。まず形としては、当然顔面からの放熱を抑えるための、もう極力呼吸だけのためのフードという形のなってますね。シュノーケルフードになってます。で、今、まず使ったんですけど、外側からですとこうやってジッパーとか、こういったボタンなんかは簡単に止めるんですけど、寝袋の内側からこう手を出して使うことはできないので、実際には中に入って、このやっぱりサイドベントですね、これがここで活躍すると思うんですけども、ここから両手を出して外側からこう操作するという感じですね。中に入った状態だと、こっちからだとちょっとこう作業ができないという感じですね。で、締め切った状態なんですけども、こちらにコードロックついてまして、限界まで絞るとこんな感じですね。もうギリギリ呼吸ができる指3本分ぐらいの穴まで小さくできます。で、口の部分にドーム型の空間が残ることなんですけども、まあ、内側ですね、ここにちょっとこう
握り拳が置けるぐらいのクリアランスがあるので、これでまあ、密閉率というか冷気の侵入を防ぎながらも呼吸が苦しくならないという、内部がすごく立体的な構造になっています。でこのフードの周りのここですね、この周りはやっぱり質感が違うんですけども、ダウンではなく化学繊維の綿が入っています。こちらですね、やっぱり呼吸をして一番ここは湿気とか凍結によってこう水分を含んで、ダウンであるとこう湿気を含んで、さすがにまあ撥水ダウンであってもロフトダウンしてここの保温力が低下する恐れがあるので、保温力、湿気や凍結に強い化学繊維を使うことによって、まあ、性能を維持するといった作りになってます。実際にこれ着して試してみると、限界のこれぐらいに絞ってももちろん目が見えなくなるぐらいの状態なんですけども、呼吸は全然快適にできて、暖かさも十分ですし、ストレスも感じない、素晴らしい内部構造になってました。はい、それでは最後になります。2エイシスですね、寝袋内部には足元を効果的に保温するための沸騰温ポケットとなってます。これ今足の先なんですけれども、ちょっと裏返して見てもらいます。ちょっと裏返すとこういう形でなってますね。本来ならばこの周りにこうダウンがさらにあるんですけども、この赤い部分ですね、足を入れるポケットがついていて、実際使うとこういうふうに足が入る感じですね。すごく、ね、肉厚なポケットがついていて、結論から言うと二重構造ですね。外側のダウンがあって、その中にもう一つダウンのボックスがあるという感じで、足元だけこう2倍の保温力になっているというイメージです。下側はやっぱりマットに頼っているので、まあ、肉厚にしても保温力あまり変わらないので、こちらは一重のままなんですけども、このポケットは結構珍しい機構というか、多分初めて見た感じなので、足先の保温力はもう抜群かなと思います。はい、では全てご説明終わりまして、最後にプライスになります。税込みで103,400円、かなりお高いシュラフの、イメージなんですね。まあ、山岳用のシュラフと比べると同等の保温力やダウン量で考えると 1.5 倍ぐらいの値段かと思います。ただシンプルな軽さを求める、登山用のシュラフとは違い、まあ、命を守るためのさまざまなプロテクション、こちらを盛り込んだシュラフと考えると、まあ、これぐらいの値段が妥当なのかなと感じもします。はい、では以上となります。サーマレスのポーラーレンジャー -30 のレビューでした。ありがとうございました。